今日はみんな集まってくれてありがとう。お疲れです。お疲れです。お疲れです。まあ、ちょっと恒例にしようと思っているこのいちじちゃんののんびりトークということで、第3弾ということで今日は、南葛 SC の選手たちをお呼びして、まあ、座談会ということで、まあ、たくさんの南葛 SC のサポーターもきっと見てくれてると思うので、まあ、今日はちょっと楽しくやりましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、早速なんですけど、自己紹介の方をお願いしたいんですが、伊藤さん、じゃあお願いできますか。はい、みんな見えますか。こんな感じでちょっとこの一画面に質問を載せていくので。いいね、進化してる。まずじゃあこの自己紹介、じゃあそうだ、キャプテンのアズからお願いします。了解です。どうもこんにちは、アズマ大輝です。現在アズって呼ばれてます。ちなみにマイブームは、最近は映画を見始めました。マイホームじゃねえや、ステイホームで。いいですね。結構楽しくのんびりやらせていただいてます。英語って言えない、映画って言えないじゃん。もうおすすめの映画はあれ、マイインターン。今更見たんですけど、最高っすね。いいですね。おすすめなんでぜひ見てください。はーい、キャプテンありがとう。キャプテン、ポジションはどこですか。言ったポジション吹っ飛ばしましたけど、ミッドフィルダーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年はキャプテンとしてチームを引っ張ってくれると思うので、皆さん応援よろしくお願いします。引っ張られっぱなしですじゃあ次、どうしようかな。じゃあ年齢的に言ったら、これは誰、順平か。順平が一番上だよね。そうなんや。だよね。順平ちゃんお願いします。くすかみ順平です。順平って呼ばれてます。ポジションはミッドフィルダーでマイブームは何かな。マイブームイテウォンクラスです。おお、いいね。出た、イテウォンクラス。俺も見てます。めちゃくちゃ面白いらしいじゃないですか。めちゃくちゃ面白い。あれはおすすめだね。あれ面白いね。あ、面白い。じゃあ順平、なんか巷ではクッスーって言われてるって聞いたんですが。いや、なんかいや、なんかクッスンとか、クッスンか、うん、とかなんか、ジュンジュンとかいうのはセレスト時代にありましたね。でも呼ばなくていいっす。いや、それはあれじゃない、南葛SCのサポーターに。いや、いい。ジュンジュンいいじゃないですか、ジュンジュン。いやいやいや、よくないやろ。多分これ、これ聞いてる人は多分、呼んでくれる人いるんじゃないですか。まあでも、どっちでもいいっすよ。何でもいい。何でもいいっす。はい。好きなように呼んでください。はい、じゃあお願いします。じゃあ次はどっち、アキとリョータ。リョータの方が上か。いやいや、アキト君だよ。アキト君、若く見えたな、俺。リョータが上なのは。どんだけ俺つけてんだ。川本アキトです。あ、まあ、アキトって呼ばれてます。ポジションはフォワードですね。笑顔で喋れよ。え？笑顔で喋れよ、もっと怒ってる。マイブームは、まあ、パソコンいじることっすね。永遠と。パソコン得意なの？まあ、得意じゃないんすけど、好きなんすよね。あ、そうか、意外やな。そうっす、めちゃめちゃやりますよ。一日でやってるんで。それ何？仕事でもうやるってこと？いや、仕事じゃないっすけど。趣味でね。そうっすね。あ、そうだよね。一回、チームのさ、LINE に自分でなんか編集した動画送ってたよね。あ、ツイッターっすね。あれ、遊びで。ツイッターか。あれ、遊びっすね。確かに。いや、俺もすごかったけどね。いや、遊びのクオリティ高すぎでしたね、あれ。あれ確かにな。すごかったね。癖出してたよね、秋田くん、ちょっと。何？癖出してたよ。で？もう、画面この辺ぼやかして。
そう、あれね。ちょ、かっこよく言ったなと思って。ちょ、かっこよすぎたね、ちょっとあれ。あれ、かっこよかった。あんま抜けたりしへんねんけど、ちょっとこれかっこいいから抜けてみようかなと思って。言っちゃった。そう、アキトのあのツイッターでその動画も見れるので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。で、りょうたかな？ではね、りょうたじゃあお願いします。これ行きますか？お願いします。来た。はい。こんにちは。来た。こんにちは。まあまあ、名前は田辺ですけど、まあ、みんなから鍋とか、りょうたとか呼ばれてます。ポジションは、ポジション、今どこだろうな、ちょっとわかんないですけど、まあ、右サイドバックか、サイドハーフやってます。お願いします。マイブームはね、もうアズ君と被っちゃうな。アズ君さ、そんなのさ、映画とかさ、最初言っちゃダメだよ。バカじゃん、そういうの。年功序列だよ、もうさ、なくなっちゃうじゃん、そんな。俺だって、さ、映画、まあ、ネットフリックスの、うんうん、あの、今、日本でも、なんか、あの、小田裕二とかがやってるスーツ？あー。そう、あれをね、今ね、見てる。そう、アメリカ版。日本版は、ちょっと見たことないんだけど。今どこにいんの？アメリカ版今見てる。今。今宇宙にいる。りょうた、どこにいんの？宇宙におるよ。宇宙、そうなの。反応遅れた。そうそう、宇宙。今ね、ちょっと地球。ドラマの撮影中だよ、今。宇宙じゃん、ほんとだ。そう、宇宙に今いるのよ。うん、あ、そうなんや。そう、だから、そう、今だからね、スーツ見て、しっかりこう、仕事できる人間になりたいなと思って今決めてます。なるほど。スーツがおすすめってことですね。確かに仕事できるそうです。はい、そうです。はい、よろしくお願いします。聞こえてるかな。あ、聞こえてるの。聞こえてる。続きじゃあデビーお願いします。私はデビソンです。よろしくお願いします。上手いいね、デビー。ポジション、セントラバック。はい。おマイブームはマイブーム。Eu gosto de assistir filme na Netflix, igual o Ryota。Netflix ですね。おい。何見てんの？ Netflix。Mas minha conta na Netflix aqui não tem muito filme em português.Acaba que tem muito filme em japonês, aí eu tenho que ficar procurando alguns filmes em português. まあちょっとポルトガル語版がこっちに来ちゃうと見れないので、なかなかないですけども、探してネットフリックスで見てます。あ、そっか。ポルトガル語版ではやってないんだ。そっか。いいや。通訳しながら見ればいい。やってねえか。時間かかるよ。きつくね、それ。あの、今日は通訳として長根くんも参加してくれてます。あの、デビーもよろしくお願いします。マイブームは長年のマイブームを聞こうか。マイブームはね、東京ラブストーリーですかね。アマゾンプライム。いやいや、ちょっとテグしか笑ってねえやん。昔のやつは、ね、はい。昔のやつだよね。おもろいよ。2020のやつです。あ、新しいやつね。新しいやつです。もうね。もう、カンチ。何を、カンチ何してんの？小田裕二ね、カンチ。え、ちなみにその昔の面白いのに、はい、昔の東京ラブストーリー見たことある？もう今並行してこう見てます。並行して説明見方してんな。みんな見ないんじゃない？みんな見てない。確かにね、俺知らんわ。あ、知らない、うん、俺見ましたよ。あ、見てる？俺全部見ました、昔のやつ。そうだよね、昭和とかわかんないでしょ。自分わかんないっす。そうだよね。聞いたことあるんですけど、見たことない。当たりねえだろうよ。聞いたことないわけねえだろ、これ。じゃあ、しょうま、お願いします。はい、早瀬しょうまです。が、ニックネーム。何やってんの？気がつきすぎだろ、お前のそれ。どういうことよ。喋ったと言えてる。あります。名前、早瀬翔馬です。で、ニックネームが、翔馬って呼ばれてます、みんなに。で、ポジションは、サイド
サイドやってます。病院のサイド。病院のサイド。うまいっすね、あずさん。確かに病院のサイドは今。早く続いっすね。めちゃくちゃ受けてるやん。うますぎる。確かに病院のサイドですけど、今は。今ってしてんの、最近はずっとサイドやってて、で、マイブームは、じゃあみんなちょっとネットフリックスなんで、自分ネットフリックスで、今見てるのは、よく見てた、最近見てたのは、延々の消防隊っていう、ちょっとアニメ、なんかみんな見てるんで見てみようかなって思って見てみました。そしたら面白くて、全部見ちゃいました。以上です。全然知らん。知らんすぎて入っていけないもん。いや、本当に。間違いない。鬼滅の刃とか見てますよね。ミュートにしたくなったわ、今。もうちょいなんかさ、全然わかる。全然わかる。鬼滅の刃マジで。想像もつかへんから何言っていいか分かん初めて聞いたわ。いやマジで見てみてください。ネットフリックス出てきてますよ頭に。ごめん、俺アマゾンプライム派だったんでちょっと乗れなかったんだよね。だから今しか、タイトルなんて言ったの。はい、何ですか今のタイトル。なんて言ったの。炎って書いて延々って読むんですけど、延々の消防隊っていうやつで。なるほど。それが本当ちょっと騙されたと思って一回見てみてほしいです。多分鬼滅の刃ぐらい面白いんですよ。おお。そうなんや、はい。ぜひ皆さん見てみてください。いやいや、気持ちこもってないな、全然。全然こもってないじゃん。のんびりトークやから、しゃあない、しゃあない。最高だね、今の。ああ、そう。去年からね、怪我してて、今のが、ずっとリハビリだったと思うんだけど、今はどうですか、怪我の具合は。だいぶこの自粛期間入る前はまだ思いっきり走ったりそんなできなかったんですけど、この自粛期間でだいぶダッシュしたり、トップスピードから切り返したりみたいなできるようになってきたんで、かなり良くなってきたのかなと思います。じゃあまあ今年の試合には間に合うという。そうですね、頑張ります。よし、はい、皆さん期待してください。よっしゃ、まあ、ありがとうございます。ありがとう、デビー。はい、いいね。続いての質問をお願いします。ちょっと待った。誰が来たで。ウーバーイーツ。あ、すみません。すみません、遅れて。ウーバーイーツね。クに入れる？クに映ってないよ。映ってないですか？うん。カメラが映ってない。名前だけで、名前だけ。すいません。お、すいません。国広選手が来た来た来た。これちょっと遅れてしまい。あ、じゃあ国にちょっとみんな今自己紹介終わったんだけど。はい。一応国もちょっとお願いしていいですか。はい。あ、はい、伊藤さん戻せますか。はい。見える？はい。自己紹介じゃあお願いします。国広周平です。ニックネームは国と呼ばれてます。ポジションはボランチやったりサイドバックやったりしてます。マイブームは部屋食らない。一番明るい状態です。やばい、一番明るい。あ、そうだ、はい、すいません。はい、いやいや、続けます。マイブームはみんな一応ネットフリックスとか映画っていうのはもう言ったんで違うのでなしで、はい、それヨガみたいな体感みたいなことをやってます。おお、え、それは自分でやってんの。あ、大学のトレーナーの人に教えてもらいやってます。あ、なるほどね。あ、じゃあそういうのを、トレーニング以外でもやってるとこなんだ。そうですね。そうですね。おお、なるほど。ヨガお前。ヨガ誰かあの入れる人。あ、順平もやってたんじゃない？まあちょっとだけ。太陽の知識ないから。太陽礼拝ね。やってる？太陽礼拝。太陽礼拝はちょっとやってないです。すみません。やってへんのかい、終わりや、じゃあ話。全然広がらんじゃん、これじゃ。なんだっけ、周平あれでしょ？
ポリバレ、なんだっけ、なんか肩甲骨とかすごい動かすやつでしょ。あ、そうです。あれいいよね。俺インスタでフォローしちゃったもん。見て、見つけて。やってみてよ、ショーマン。ちょっとやってみて、やってみて。ちょっと見せて。シュノ。シュノやってみて。今。いやいや、ショーマン分かってるやつあるし。やってみて、やってみて。そんな分かんないっすよ。それそれ、インスタでフォローしてるやつでいいよ。見せてよ。健康見たい。シュヘ頼む。俺真似て次、デビがやるから。準備してない、俺。まあ、やってやって。ありがとう、ソン。ありがとう、ありがとう。大丈夫。肩甲骨見して、肩甲骨。うん。だってよ、周平。あ、今、あれです。あの、めっちゃあざみたいなのあるんですよ、昨日の。うん。見せて、見せて。いいっすか。あのね、カッピングのやつね。水玉のやつね。いや、いいや。大丈夫ですか。あれか。うん、あれね。これね、これ。あ、そうです。それいっぱい背中にあるんで。あれね。じゃあ、もう次行きますね。行ってみましょう。はい。じゃあ次、で今日は一応ですね、事前に、ですが、まあ、デートをするなら、どんな服装で行くかっていうテーマで、今日みんなに、まあ、私服を着てもらってるんですが、まあ、その服装についてちょっとみんなに聞いていきたいなと思うんですけど。いや、悩んだな。悩みましたね。なあ、寝れへんかったな。マジで眠れなかったっす。さっきも寝ちゃいましたね。みんなそわそわして、昨日の夜からなんか考えてたみたいですけど。じゃあ、なんかあれですね。でも見るとみんな結構シンプルだね。いや、誰もボケてこへんかってんなと思って。誰か言うと思ったんだけど。うん。これ、リョートだと思ってたんだよな。すいません。ちょっとすみませんね。うん、ちょっと事情がありまして。宇宙行ってたから。宇宙いるからな。やっちゃってんだよな、本当に。事情がありまして。宇宙いるから。よかった、仕事終わってすぐだったので、まあ。宇宙服で来いよ。なるほどね、それ絶対おもろかったよ。だったね、フルフェイスかぶっとけばよかった。いやー、まあそれ。近くに、そうなんだな。近くにドンキあったからな。すみませんね、仕込めばよかった。申し訳ない。みんなでもこれ本当にガチのやつってことじゃ、いやちょっと恥ずかしいなそれも。多分ガチでしょみんな。純平くんのは絶対ガチだよあれ。俺ガチのやつよね。めっちゃ着てるよ多分あれ。俺一番かっこいいやつ着てきたけど。持ってる中の一番かっこいいやつ。なんかさ、誰かがボケると思ってたからさ、俺とかはちょっとシンプルにいかないとダメだなと思ったんだけど、意外とみんなシンプルだから。確かにね。このメンバーみんなシンプルだったんですね。長根さんがちょっとあれじゃないですか。みんなとちょっと違うんじゃないですか。確かにちょっとおしゃれやな。長根くんは、長根くんはこれでデート行くの？いや、あれで電車乗ったらすごいよ。まさかそこはいいかなと。すごいね。なんかつ行くだよ。ごめんね。デビー君は、花もアムニナパー、イプトレン。あのデビから、あとお前は彼女をトレーニングに連れてくからだろって言えって言われました。いやー、優しいな、フォローが。優しいね。でまず、じゃあ僕は本当にシンプルに T シャツにカーディガンに、下はこんな感じ、ズボン。あー、白目の。何何、長ズボン？長ズボン。長ズボン。あ、まず。言い方出せえな。いや、言い方出さすぎ。恥ずかしい、やばい。ちょっと、今のちょっと失敗しましたわ。カットしてください。令和やで、もう今。で、まあ、プランは、まあ、考えたんですけど、プランもあんのか。あ、そう、みんなプラン考えてきたわ。あ、プラン、ね。確かに、即興だ、即興。うん。まあ、みんなね、出身地とかそれぞれ違うと思うんで、まあ、その、自分の生まれたところでもいいので、まあ、僕はちょっと考えたのは柴又で、大釈天にお参り行ってうなぎ食べてやばい硬い俺さ MC だからちょっとりょうた言うたってちゃんとしたこと言わなきゃいけないかなと思って硬いダメだろそれじゃあ。で駄菓子屋帰っちゃう。柴又に。彼女帰っちゃうよそれじゃあ。柴又に駄菓子屋があって。初デート。知ってる？柴又行ったことある？あります。あるけどガチャガチャなんてあるんですか？あの
駄菓子屋だよ、駄菓子屋。はい。すごい古い駄菓子屋。頑張った頑張った。で、まあそこで、こう、金額決めてね、300円とかで決めて、あ、このお菓子をこう紹介しちゃうみたいな。バチバチ準備してきたでしょ。ねえ、まずいよ、ほんと、ケン君。まずいよ、それはまずいよ、ケン君。これを、準備しすぎでしょ。これをこの前、奥さんとしたっていう。ああ、そういうこと？ロケ話、ね、結局は。結局はのろけ話ね。初デートでそれもじゃない。今、夫婦だとちょっとあれやけどさ。むずいな。もう俺の前から次行こうか。今そんなね、めちゃくちゃ言ってる順平の聞きたいよね、ちょっとね。そうだよ、絶対俺は順平くんの聞きだったんだよ。デート一発目の話ってことでしょ。一発目やろ。だから一発目だよね。付き合ってる？もう付き合ってる？付き合う前？飽きたから大事ですね。怖いね。大事大事。どっちやの？なんでだよ。どっち付き合ってる？もう付き合って一発目？確かに、どっちがいいですかね。付き合う前なのか。いや、付き合ってのどっちだな。あ、もう付き合ってるんや。の一発目にしよう。じゃあ向こうはもう好きってことね。もういい。ああ、ね、そこ大事なことっすね。ああ、そこ大事やろ。いや、ちょっとやらしさ見えるんだよな、なんか。あ、じゃあ俺は、まあ俺の場合はまずはやっぱり琵琶湖に連れていくな、一回。滋賀県から。一回琵琶湖連れて行って、バス釣りやな。渋いな。うん、とりあえずバス釣らして、まあそこでやっぱバス釣りって、釣りってやっぱ自分を見つめる時間にもなるし、まあ相手と2人との時間にもなるから、まあそこで2人の今後をやっぱ喋っていくっていう。ここまで聞きっていうのか分かんなくなっちゃいましたね、今。一発目で今後しゃべる。はい、まずいっすね。全然バス釣りとかじゃない。住宅服装見せてくださいよ、服装。あ、服装ね。服装やっぱ、一発目からシャツ着た方がいいかなと思って。ああ。それバス釣りじゃないでしょ、絶対。釣れないよね、それ。びっちゃびちゃになっちゃうよ、ほんと。そこがいいかな。そこはワイルド、ワイルドさ。でも気にしない、全然。バスのこの。下は何ですか？下は普通の長ズボン。長ズボン。長ズボン。引っ張るなぁ。かっこいい。ありがとうね。ブサイク。誰今、ブサイクって言ったやつ。聞こえてる。デビです。うん、デビ発音ええな。発音いいね、デビ。そういうの。に行ってバス釣りっていうことですね。そう、それでワイルドさを。シャツやのにバス釣りするってワイルドさを見せつけるから。あ、なるほど。あ、ね、ギャップってことっすね。そうそうそう。綺麗な格好してもそんなの気にしないよ。汚れても気にしないっていう。そうそうそう。そういうワイルドさをやっぱり。なるほど、なるほど。じゃあ、うん、次、アキト行こうか。まあ、俺も滋賀県なんでね。あ、ほんまや。アキトいるやん、そういや。滋賀県や。俺もビアホでブルーギルかな。ドカブリだ、ドカブリ。ドカブリしてるやん。しかも、ブルーギルずいしょぼい方。薄いよ、ほんと。しょぼい方を釣りに行くんですよね。あ、逆にね。うん、逆に。え、それなの？嘘っすけど。まあ、俺は。今日の服装は服装。あ、服装ちょっと時間なくて、まあ。シンプル。まあ、やるとしたら、やるとしたら、こうして、いいね、いいね、来た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 、こうして、こうかな。おー、いいね、いいね。これでバーっすね。バー行こう。釣り行った後のバーね。これでバーっすね。で、シンプルに。よいしょ。ちょっと柄悪いから。なるほど。そういう、まあ、バーに行ったりってね。そうですね。バーでゆっくり喋りたいですね。琵琶湖にバーなんてあるんですか？まあ、琵琶湖の前のバーがいいかな。ある絶対ないんでしょ？釣って疲れてバーで休むっていう感じ。まずいよ。まずいよ、それ。休みね。なるほど。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、次、アズ行こうか。ありがとうございます。見てください。僕も。
1回目手堅く打ってシャツ選んだら順平くんと被りました。まあでもやっぱシャツやろ、やっぱ1回目は。ね、そうっすよね。うん、そうなんですよ、礼儀としてやっぱりね。でも棒だったら棒だじゃないかも大事なんじゃない。あ、確かにね。俺どっちかというとそのもうドシンプル、あ、GU。ああ、いや、言うな、言うな。聞いてない。場所はいいでしょ。そこは聞いてない。もうでも僕のね、デートプランは、もうやっぱり花っか車に乗せちゃうって思ってるんですけど、どうですか。あ、ドライブ、ちょっと みんなくださいよ、その情報。どう、ね、ドライブデートしたいっす。横浜の方に行こう。高速で。そっち行くんや。はい、一回そっちの方行って。運転に自信があるってことなの？いやいやいや、なんていうんですかね、このいやらしい空間、自分たちだけの、なんとも言えない。こう車乗ってるし、絶対みんな分かってるでしょ。密がいいってことね。そう、密がいいんですよね。結局密がいい。恥ずかしくないし。俺密が好きなんで。で、横浜の方に行くの。そうなんですよ。で、あっちの方でちょこっとね、こう、美味しいもん食べて、で、ちょっとこう散歩して、で、帰り、川崎の方の工業地帯。夜景が見えるようなバーッと走って帰る、ね、うん、いいですね。ちなみにそのデートはしたことあるんですか？ありますね。あるな、やべ、あるな、あるな。そのツッコミ来ちゃダメでしょ今日。スラスラ言えるかもね。やべやべやべ、どんな会話したん？ちょっとやめてくださいよ、会話聞き出すの。最初だからやっぱあんま覚えてないですよ、恥ずかしかったし。俺結構上がり症なんですよ。で、音楽とかかけちゃったりしてね。当たり前じゃないですか、もう。その音楽とかは何なん？何かけんの？ちょっと最初の方なんで、かっこつけて、もう、言いたくねえな。ジャズとか流してました、最初。しんどい、しんどい。すげえ汗かいてきた。大人な。ジャズとかかけちゃうんだ。かけちゃいましたね、最初。その後やっぱ、あれに変えましたけど、何聴きたいって言って、やっぱ聴きたい曲に変えちゃう。あ、なるほどね。はい。ちなみに、散々その長ズボンかとかって聞いといて、自分半ズボンです。自分は半ズボンなんや。そうなんですよ。初デート半ズボンで行くタイプね。はい。半ズボンで行っちゃいましたね。ああ、ワンパク、ワンパクやな。そうなんですよ。ワンパク感出して、やっぱ自分が歩くの分かってたんで。こんなんできちゃいました。まあ、ジャズとかかけてギャップを狙ってるってことね。はい、ちょっとおしゃれ感出しちゃいました。半ズボンやのにジャズっていうね。やめてくださいよ。ちゃんと早い時間に帰らせますから。キャプテンはちょっと大人のデータですね。ありがとうございます。以上です。じゃあ次、りょうた行こうか。おもろいやろうな。はい、まずいよ、りょうたのデータは。俺は最初にもう朝8時ぐらいに早っ、赤羽で待ち合わせして。暑いわ。女性はいいね、それ。もう女性もっと早く、めちゃくちゃ5時ぐらいに起きなあかんじゃん、そんな。いや、まあまあまあ、もう付き合ってるから、もうそれはしょうがない、やっぱり。地獄だよ。今日は俺のプランで行こうっていう話にもう事前に言ってあるから。あ、言ってるんや。ちょっと我慢してって、早くてもね。そう、我慢してって。そうそう。で、まあ、あの辺ってやっぱ美味しいお店いっぱいあるから、しかも安いし、だからもうこう、もう5軒ぐらいそこでもう午前中で走りをしちゃう。おい、待って待って、8時集合でしょ。そうそう、バカやってるからお前。飲むのはまだ、やっぱご飯食べて、まあ、ちょっと飲みながらこう、まあ、がっつりは飲まないよ、そんなのは。飲んじゃってる、ね、飲まないけど、うん、そう、飲む飲む飲む。もう車だと、そう、車だとやっぱりこうね、飲めないしさ、まあね、こう幅が広がんないから、やっぱり、うん、もうで基本的に東京だから電車移動、電車が一番だよ。そう、電車一番。その赤羽はこだわりなの？赤羽。いや、赤羽ではね、うちの母親がね、結婚する前か、父と母が、そこで初めてデートしたの、デート。いやいや。そうそうそう。ケンコ君、赤羽で行ったことあります？そのエピソード。
そうで、関係ないって。関係ないそれで、それで、うん、俺も、まあ、俺まだやったことないんですけど、それを一回してみたいなっていう。そう、そういうこと。で、両親はそのデートプランやったん。朝8時から5軒ぐらいはしごするっていう。あ、そう、そんな早くはないです。そんな早くはないけど。生まれた両太、両太なんて。めちゃくちゃ時間余るよ。いや、で、で、午前中終わって、で、その後、あれ、もう浅草行っちゃう、俺はもう電車で。酔っ払ったままそう、で、あの、浅草のところ歩いて、最後夜、スカイツリー見て帰るかな。長いね。長いな。うん。きついわ。すぐ。たばるわ。疲れる。きついわ。すぐ帰りたくないから。マジやだわ。疲れる。きつい。朝8時からきついけど。まあ、朝8時。亮太もいつもこうなってんじゃないのもう 昼過ぎたら。その時点でもうベロベロでスカイツリー覚えてへんベロベロになっちゃう。まあ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 、これはあくまで理想ですか、理想。まあまあまあ。理想ですから。理想ですから。確かにね。僕はこれまだやったことないですけど、まあ、いつかやってみたいなっていうのね。じゃやっぱで、亮太、そのだから洋服のプランは何よ、その。洋服ごめんね、ちょっと俺もちょっと、そう、うん、ね、こう。時間なかったらちょっと。でも基本的には、ね、シンプルが多いから。下は、ね。下はあれなのよ。あの、映さないな。あ、映さない。そう。そう。あの、半袖でもなく、あ、半ズボンでもなく、長ズボンでもないから。その間のやつ。見せれない。間のやつ。ちょっと。その間のやつ。見せれない。そう、見せれない。そう、でもね、シンプルが多いですね、俺。無地が多い。無地が。ごめん、長いですか、ケンゴ君。すみません。大丈夫。いいはい、大丈夫。あの、りょうたさんも楽しく聞いてると思うから。あ、よかったです、よかったです。嬉しそう、りょうた。あの、そういうデートですね。そう、ちょっとごめんなさいね。多分きついと思うけど、俺のデートは。ちょっとやっぱ飲めるね、じゃあ。あ、まあ別に、まあ、それがベストですけど、別に飲めなかったら飲めないで、それには合わせます。あ、理想はそういう感じってことですね。うん、そうですね。してみたいなって、はい、やっぱりしてこれなかった。そういうの。なるほど。はい。じゃあ次、クに行こうか。はい。クに服装は服装。あ、上、ただの白 T で、下、あの、履いてない。何？ジーパンです。履いてない。履いてないの？あ、ちょっと着替える暇なかったんで。亮太の話の時に着替えてこいよ。いや、もうそれ、どんだけ長く話を思ってんの。あんな長かったのに。あ、みんな嫌がってたのに。あんなってやめてよ。あんなって言うのやめてくださいよ。やめてよ。あ、ごめんね、ふうに、いいよ。ごめんごめん。俺のパートじゃないわ。そうですね、僕も車があれば、あ、大阪なんですけど、出身が。うん、まあ、昼ぐらいから和歌山の方行って、なんか夕日が見えるようなカフェがあって、お、昼過ぎがいきなり夕日まで行っちゃう。昼に会って夕日見るまで何するの？この間は何？お昼から夕日の間は何？あ、車運転しとったらもうそれぐらいの。4時間ぐらい乗っちゃうの？あ、そう、4時間ぐらいかかるやん、スピード。スピード過ぎやったら、大体。30キロぐらいでずっと行くの。まずいじゃんそれは。走りすぎだよそれ。うん。まあ、んで、まあ、晩ご飯はお寿司とかですかね。あんま匂いのつかないような。おお。匂いは気にするの？そうですね。焼肉はちょっとダメ。最初は行かないです。そうなんや。へえ。和歌山はやっぱ何寿司？何寿司？何寿司？何寿司行くの？何寿司？うん。何寿司？かっぱ寿司とかじゃないだろうな。そんなんじゃないです。そんなんじゃない。くるくるなやつ。あ、いや、くるくるせえへんやつです。あ、そう。興味。なるほど、そういう。ていうかね、このデートプランでめっちゃ時間使って、もう質問まださ、6個ぐらい後あるんだけど。いや、まずいっすね。ちょっと巻いてみますか。そりゃそうなるよ。やばいよ。ちょっと盛り上がりすぎましたね。あの、巻きで、あの、デビューもお願いしますか。ごめんね、なんか。はい。了解。
いいね。Eu ia deixar o tempo, não ia gastar o tempo todo, não. Mas eu ia sair à noite pra jantar e ia levar ela aqui em Catuxica, eu levaria lá num restaurante de carne. まあ、時間あんま使わないで、もう夜集中してこう一緒に食事行って、カツシカ。夜型ね。夜集中ってどういうこと？お肉を、ね、集中お肉を食べたいと。お肉ね。お肉ね。お肉ね。Porque já tinha saído a programação e no dia seguinte ia ser físico. Aí eu diminui o tempo. すごいです。もう、まあ、次の日もう、もうフィジカルメニューがあるらしくて、チームの予定として。あ、そういうの考えてんの？すげえ考えてるよ。なるほどなるほどね。いいねいいね。でもこんな感じです。長ズボン？シャツ着て、おお、カーフ。長ズボンね。長ズボン。気になりすぎやろ。ポイントボニー。ありがとうショーマン。いいねデビー。ビッデビー。インラサーメン。ありがとうございます。インラサーメン。ショーマン飛ばしていいかなじゃあ。オッケーです。次行きましょう。時間ないから飛ばしますか。ショーマ言いながら。どんどん飛ばしていこう、ショーマは。言いたいことある。言いたいことは、ないっすね。大丈夫です。はい、お疲れでした。飛ばしましょう。大丈夫。めっちゃ考えてたけど。そうだけ見せてる。でもめっちゃ考えてたらしいね。言って言って。言って言って。めっちゃ考えたけど、思い相当なことってことやろ。そうやな。すごいヘッドプランだよな。全然すごくない、すごくない。早くやって、じゃあ。早めにお願いします。ああ、でも考えたんですけど、東さんと同じような感じになっちゃうなって思って。んじゃえよ、お前。なんだよ、お前。かぶってんじゃん。お前だってしかもボルボの吸ってくんだろ。やべ、ちょっと待って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 。待って。まあ、ドライブですかね。ドライブ行ってちょっとご飯食べてみたいな、ゆっくりな感じにすると思います。行き先は服装。行き先は、あ、服装は、T シャツにちょっと、うん、ちょっと大きい T シャツにジーンズみたいな、ね、もうちょっと事故ってんじゃん、はい、ジーパン穴開いてたよジーパン穴開いてます返されないんかい返せないんかいやばいもう東さんちょっとお願いしますで行き先は行き先はうーん横浜すごいいいなって思ったんですけど、かぶっちゃうんで、他のとこ考えたんですけど、首都高ぐるって回ると、わかります？なんか東京タワーとかスカイツリーとか見たりできるのが、すごいいいなっていうのある、いいとこあるんで、いい道があるというか、そこいいなって思います。なるほど。はい、以上です。ね、はい。以上です。ありがとうございます。これね、おうち時間さっき聞いたんで、ちょっと、まあ、一人とかにしようか。例えば、じゃあ、どうしようか。アキトとかあの家で何してる？この自粛期間とか。パソコンっすよ、俺。もうずっとパソコンしてない。言えてたな、そういや、最後に。選択のセンス。いい人当てましたね。次の日起きたら、もうめっちゃここら辺痛くて。あ、そう。カッピングしてもらったらいいよ、こうやって。うん、だから今日めちゃくちゃ楽になったよ。またできるよ、長い時間。じゃあもう次の質問いきますね。はい。次が次。次お願いします。ああ、じゃあ自分のスタイル。まあこれは新加入、じゃあそうですね、クニーとかお願いします。自分のプレースタイルですか。南葛 SC のね、サポーターまだ知らない方もいると思うんで。はい。わかりやすくお願いします。自分のプレースタイル。ちょっとあんまわかんないんですよね。いいじゃんそれ。面接落ちるよ。どんだけサッカーできてんね。こっち来てあんまボランチすることそんな多くないですけど。あでもボランチをやりたいんですね。あ、まあめちゃくちゃこだわってるわけではないんですけど。もしボランチでプレイしたんだったら、まあどんなこうプレイを心がけてるとか。天に比べるようなプレイは。ミドルシュートであったり。得意なプレイとかは？あ、ミドルシュートは結構。
大学から得意としてました。なるほど。じゃあまあ今年は国のミドルシュートを注目してほしいということですね。お願いします。あれでしょ？ウイレで言ったらスキルにミドルシュートついてるみたいな。そうっすね。わかる国。ああ、確かにね。ウイレで例えてくれると嬉しいね。ウイレで例えると、ミドルシュートとライジングシュートとトラップシュート。そうっすね。そんな感じで。ダメだ。お前らの会話ダメだわ。じゃあ次いきますね。はい。次お願いします。じゃあ。あ、これね、まあちょっとさっきね、アズとかにはね、まあこれは試合前になるんだけど、どうだろう、試合前に音楽みんな聴きますか？聴く人聴かない人分かれますよね、そもそも。ね、確かに。あの、試合前聴く人。聴きますね。まあでもみんな聴くんじゃないですか？お、デビー。デビーはなんかどんな音楽聴きますか？Eu gosto de escutar hip hop e música do Brasil, música agitada.Pra eu ficar mais elétrico. まあ、エレクトリックとかブラジルの音楽は結構聞きますね。ああ、何かこうアップテンポってことね。なるほどね。日本の音楽は聞きますか？No. Eu escuto um pouco que o Kaique às vezes coloca no carro e eu escuto um pouco. まあ、一緒チームメイトのカイキとかが車の中流してたりしてたのをまあ聞いたりはしましたけど。あ、好きな音楽とかないね。日本の。Eu não conheço muito assim, né? Então, ちょっとわかんないですね。あ、そうなんだ。勉強してよ、勉強。ちょっと日本いんだよ。そうそう、言葉覚えろよ。サメ、サメ。Vou aprender, vou aprender。ちょっとおすすめの曲教えてあげてよ、デビに。か？エクスプレス、あれ誰だっけ？誰か言ってた。デビー、マサさんかそれ。おい、ショーマの話全然結構。あずまさん、デビーに歌ってもらいましょう。先輩。に歌ってもらいましょう。デビーのあのデビーが試合前に聴いてる曲ちょっと一回歌ってもらいましょうよ。確かに。ちょっと歌ってもらおうか。はい、ちょっとイメージつけ。エレクトリックちょっと。ワンフレーズ、ワンフレーズだけね。はい。エレクトリック全然分かんなかったんで俺。ああ、確かに。ちょっとね、歌うのあんま上手くないんで。うまさじゃない。うまいかもわかんないじゃん。うまさじゃない、ここだから。デビー、デビー、ここ。デビー、ここだから。ファッションや。それやったら、りょうたもやるし。確かに、りょうたのエレクトリック、どんな感じか。りょうたがエレクトリック。どういうのかわかんない。デビーがまずエレクトリック。ちょっと歌って、りょうた。りょうた、それに合わせて踊ってくれよ。デビーが歌って、りょうたが踊るか。そんなさ、こう、あのさ、動けないんだよ、俺は今。動かないんだよ。俺は動けないんだよ。こうやって踊ってよ。重力ないもんな。宇宙で踊る？いやー、これはちょっとどういうこと？どう宇宙？宇宙で踊るのめっちゃおもろいやろな。あ、じゃあまあまあまあ。じゃあデビに時間もないから、ケンゴ君。大丈夫。じゃあ次行きます。一丁の会。のんびりトークやから。そうそうそう。葛飾区でおすすめの場所。まあこれどうだろう。葛飾区、まあデビとかはねずっと葛飾区住んでると思うんだけど、なんかおすすめの場所ありますか？Eu fui uma vez num sushi que eu ia ali próximo do Mizumoto. Sushi. Muito bom. E o restaurante de carne, eu esqueci o nome agora. Mizumoto の方になんかお寿司屋さんがあるらしいんだけど、そこ行ったりとか、まああと結構行くのが立石にあるジャストミートさんって。ああ、美味しいよ、ね。お肉を飲んできましたよ。テイクアウトした。うん、美味しいよね。美味しい、すごい美味しい。ね、何屋さんお肉。お肉って言ってるやん。ジャストミート聞こえなかったんだよ。聞こえなかったんだよ。ごめんごめんごめん。聞こえなかったの？ありありあり。そう、宇宙やしな。のね、ジャストミートっていうお肉屋さんがすごい南葛でしとことも応援してくれてるんで、まあ、行ってない人はね、みんな行ってください。はい。ね。はい。
ぜひ。むしろ健吾くんとか純平くんとか そっちの方最近よく行ってるじゃないですか。そうそうそう、事務所のもうすぐ近くだから、ね、あ、そうなんや。もう歩いて行けんだよね。あ、そうなん。オリンピックの前。そう、美味しい。めっちゃ近いじゃん。うん、美味しいです、美味しい。うん、ぜひ皆さん行ってください。こう、え、もうさ、外で飯食ってもいいの、これって、今って。お、まあ、換気されてればいいんじゃないですか。そんな感じなの、今、もう。そうなんだ。だいぶ、東京はそんな感じになってますよ。テイクアウトの店が多いかもしれないよね。でも、ジャストミートテイクアウトできますよ。あ、そう。はい、俺テイクアウトしたんで。うーん。なるほどね。テイクアウトもできるから。確かに、テイクアウトがいいかもしれないですね、今は。まあ。はい。コロナなくなったわけではないですもんね。うん、うるせえな。じゃあ、次の質問お願いします。あ、J リーグと社会人リーグの違いで驚いたこと、まあ、これはちょっと J 経験者で、聞きたいんですけど、そうだね、リョータとかじゃあお願いできますか。まあ、なんだ、違い、うん、違い、まあなんか、サッカーのことでもいいし、いやまあ環境って言っちゃうと、環境って言っちゃうとちょっとみんな分かってるから、どうなんだろうな、でも正直、南葛 SC ってすごい、なんていうんですか、こう、環境がすごい整ってると思うんですよ、うん、正直言って。そうだね。確かに。ちゃんとクラブハウスというか、着替える更衣室だったり、シャワーもあったりして、なおかつグラウンドもしっかり抑えられてるし、そんななんか、差っていうのは俺あんま正直ないかなって思う。まあ人工芝と天然芝ぐらいじゃないですか、たって、うん。俺そこまであんま、気になったことない。あんま感じない、俺は感じないですね。どっちかというと。だってこんだけ、だって、整ってるチームって、まあもちろん他のチームもあるだろうけど、そんなに見た感じとか聞く感じでは、すごい一番整ってるチームなんじゃないですか、なんかつですし、うん。恵まれてるよね、すごいね。うん。だから俺はそんな、変わらないから、もちろんね、そのスタッフの人数とかは、あるとは思うけど、でもそれ以外だったら、全然、あれだな、感じはしなかったですね、その差は。なるほど。アキトとかはどう？まあそうですね。南葛で言えばやっぱ社会、去年違うチームとかいたけど、やっぱ社会人リーグではすごい、一番か分かんないですけど、まあ、J リーグに近いんじゃないかなとは思いますよね。うん、まあ、あと一番驚いたっていうのは、まあ、サッカーで言うと、やっぱ守備とかはやっぱちょっと J リーグとは違うかなっていう。感じありますよね、やっぱり。チームで洗礼された、守備が、ちょっと去年とか2年間ぐらいやりましたけど、まあ、そこはちょっと違いは感じたんですね。なるほど。まあ、そんなもんかなって感じですね。でもなんか、南葛とかやっぱ J リーグとか経験した人多いし、チームも一番近いと思うんで、そうですね。まあみんなで上がりたいなって感じですね。いや、まとめ方雑。まとめるとね、まとめちゃうとね、勝手に結局ね、まあみんなで頑張ってね、そう、行きたい。南葛は本当に恵まれてると思うんで、うん、まあみんなその環境に感謝しながらね、頑張って今年上がりましょう。はい、じゃあ次お願いします。あと10分ぐらいなんだよな。早いな。まあこれもね、ちょっとより良くするためにはどうしたらいいかっていう、まあみんなでね、この東京都リーグだったり、まあ南葛SCをこうより良くしていこうっていうのはあると思うんですけど、まあこの辺どうだろう。例えば翔馬とかね、どう？リーグですもんね。リーグ良くする、東京都リーグですよね。そうだね、東京都リーグ、やっぱり、難しいと思うんだけど、質問が。はい、東京都リーグって、なんだろうな、知ってる人は知ってるけど、
分からない人は分からないみたいなところあると思うんで、うん、で本当自分たちみたいなこの、まあね、今どんどんなんか知名度上げてってるというか、まあ、本当いろんな人の協力あってなんですけど、みたいな自分たちみたいなチームのがどんどんこうやって発信、こういうの今やってるこういうのもそうだし、 SNS もそうだし、そういうのでどんどん発信していくのが大事なのかなって思いますね。だからフロントスタッフの方々本当に頑張って盛り上げてくれてるのかなっていうの、あとは東京フットボールさんだったり、本当いろんな方が盛り上げてくれてるなって思うので、そう今やってることがまさにすごい大事なような気がします。で今までなんかそういうの、まあ、全然わかんないですけど、東京都リーグまだ2年目3年目なんで、そういうの今まであったのかなって考えるとどうなんだろうってとこもあるし、結構いい方向に行ってるのかではないかと思います。うん、いや南葛 SC もねすごい今 SNS 力入れたりしてね、すごくフォロワーも増えてるんで、まあこのリーグを知ってもらうっていうのはね大事だと思いますよね。そうですね。うん、国とかは何かある？リーグをより良くするためにですか？うん。今年初であんまちょっと分かってないんですけど、東京都リーグは。まあそっか、そうだよね。はい。今年からだもんね。はい。なんかこう、自分で。暗くない？顔ぐらいしテンション暗くない？顔真っ黒じゃない？顔真っ黒。ね、限界なんですよ。やってる言葉ある？はい、すいません。なんかこのリーグを良くするために自分でこうやっていきたいこととか、なんか例えばある？ちょっと俺の質問がおかしいね。画面止まってる？これ。気づしてますね、これ完全に。そう。もう一回お願いします。一瞬聞こえなかった。まあ、リーグを良くするために、はい、こう自分が変えていきたいこととか、やっていきたいこととか、喋れへんや、国。デートプラン以外全然喋れへんや。デートプランだけスラスラ喋ってたけど。難しいね。変えていきたいこと、まず、ベースがちょっとまだ分かってないんで。どうした？そうですね、確かにこれ難しいね。ちょっとイメージがつかないんでまだ。じゃあデートの時に流す音楽はある？それがいいですね。それがいい。得意分野いけんじゃない？何ですか？得意分野来たで。デートの時に流す音楽。これ歌わなきゃいけないやつじゃん。流す音楽ですか？僕は清水翔太が好きです。おお、何何何何？はい、一曲お願いします。いや題名当てゲームにしようよ。題名当て。こっち。それしよう。いいよいいよ。当てるよ。いいねいいね。ああいいねいいね。当てたい当てたい。いいよいいよいいよ。歌って歌って。こっち当てるから。分かったらこれやるから。いいね。どうやって。早押し早押し。早押し早押しだから反応ボタン。拍手押せばいいんですね。そう。いいよ。流したらいいですか？違うわ、歌うんだよ。歌うんだよ。ほんまにちょっと、歌はマジやばいです。腹破ろう。歌はほんまにダメなんですよ。イントロでもいいんだよ、イントロ。そうそう。てんてんてんとかやってやっとけよ。めちゃくちゃ音痴なんですよ。だから、それを当てるのが今ゲームやん。そうだよ。そう。ちょうどいいじゃん。こっちが当てるのが楽しいんだから。この中でそういうの率先してできる人、方一人いますよ。デビーでしょ？もしかマサユキさん、マサユキさん。僕はた、もう難しい時間とインドネシア。キャスよ。いや、コラグラフィアね。Eu tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. 絶対わからん。もう2017年にめっちゃ流行ったブラジルで曲なんですけど。誰が答えられるの？そうなんだ。いいな。拍手できなかったわ。おで、国はじゃあ本気のダメなやつね。本気に歌えないやつね。そうっすね。ちょっとほんまにダメな。行きましょうか。じゃあなんか歌。じゃあ、りょうたいい歌ってもらって。
分かってたじゃん、りょうた。考えてないよ、何歌おうか。じゃあ、イントロね、イントロ。いいよ、いいよ、早くちょうだい。じゃあ、いいよ。じゃあ、清水翔太ね。あの、うん、国が清水翔太。オッケーオッケー、早くして。ありがとうございます。トゥーン、トゥン、トゥル、トゥン、トゥトゥン、トゥトゥン。はい、ホームあの場所はね。え、正解。いいよ。だよね。仕込みみたいになるから、りょうた、やめようぜ。俺とお前の仕込みみたいになるから。やめよう。くに、くに、こんなんでいいんだよ。ゆるーくやれ。そう、そういうことや、ね。教育係だよ、りょうた、お前。ちょ、もうさ、なんか逃げ道俺みたいやめてよ、ほんと。やろうよ、みんな。よくね、みんな若い選手とかはね、やらされてたよね、J リーグとかでもね。そうだね。やらされてたね。やってるでしょ、大学とかでもね。大学なんてめちゃめちゃやるんじゃない。やりましたよ。国は、だからこれからちょっと、いろいろと。はい、こっちで鍛えてきますんで。今までやったことないんですよ。はい、国はこっちで鍛えますんで、申し訳ございません。お願いします、キャプテン。はい。あ、じゃあね、もうあとほんと3分ぐらいなんですけど。来た。はい、なんだこれ。この今出てる画像は、佐々木隆太選手が。来た。監修した、サンカツ SC T シャツが、販売されることになりました。かっこいいね、これはまあ、リーグ戦に間に合うように販売したかったみたいなんですけど、まあ、ちょっとコロナの影響もあって、もしかすると間に合わないかもしれません。で、ウェアサプライヤーのゴルさんのオンラインストア、オンラインショップで購入できるので、ぜひ皆さん、まあ、選手もですけど、サポーターの皆さんもぜひ買ってください。おお、これ何パターンもあるんですか？そう、こういう、本当、すごいね。リュウタがね、デザインとかも多分いろいろ考えてくれたのかな。うん、って言ってましたね。あの人は入んないの今日。ね、リュウタは多分見てると思うんだけどね。本当に確かにリュウタ入ってこへんね。次入れた方がいいですよ、次。ね。これ入れた方がいいよ。リュウタもすごい喜ぶと思うんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、もう多分あと2分ぐらいなんで、みんな今日すごい楽しかったんで、また次回もね、こういう感じでやれたらなと思うんですけど、皆さんどうでしたか？楽しかったですよ。楽しかった。まあ、ちょっと国には残念かな。国にはちょっと残念です。重大点ですね。キャプテンが今後指導していくと思うんで。はい、僕のお仕事だと思ってますんで。はい。お任せください。まあ、ね、他のね、選手とかもいろいろ呼んでね、やっていきたいなと思うんで。あ、定期的にやるんですか、これ。いや、定期的にちょっとやりたいんだけど、まあ、リーグ戦が始まると、ちょっとどうかな、みんな時間がないと思うんで、まあ、難しいと思うんだけど、例えば試合後に、まあ、その日活躍した選手にインタビューみたいな感じで、ちょっと時間もらってやろうかなと。それいいと思いますよ。あ、面白そう。うん。選手しか聞けない話ね。そう。選手から選手にね。うん、なんかまあ、ね、インタビューみたいな感じでやれたらなと思うし、うん、まあ、みんなでこう、南葛 SC を盛り上げていけたらなと思ってます。はい、素晴らしい。あのね、もう多分1分ぐらいだから、みんな本当ありがとう。なんか言いたいことある人いますか？こちらこそ。リーグみんなで頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと赤羽の集合時間は変えますね。早すぎた方がいいよ。そうやな。絶対8時は変えます。絶対8時ないから8時から変えますね。すいません。やってないね。ちょっとごめんね。言い過ぎだろ。振られるやろ一瞬で。一発目で8時集合。一発目で終了やろこれ。そうね。赤羽を早い。そうね。やってないでしょ、絶対店。すいません。やってるんでしょ。いやいや、まあ、やってるんだよ。じゃあ、これ、もう終わりますか。はい、健吾くん、ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さん、じゃあ、お願いします。